お主か。みっともないところを見せるな。大渦が消えた後、何隻もの船が彼方より現れた。そして鋼をまとったエレシア人が何十人も村に押し寄せてきたのだ。半数はクヴァルに任せて落ち延びさせることができたが、オルハとイーシャを含めた残りの者は奴らの手に落ちた。俺を倒したのは兵たちを率いていた長髪の男、漆黒の髪よりもなお暗い黒きエメラスの剣を持っていた。我らのエメルの槍を打ち砕く恐るべき力を秘めた大剣。もしやあの剣は。最悪の事態になったか。どうやら大渦が消えた直後にロムン艦隊が侵攻してきたらしいな。ようやく動けるようになったので、先ほど町の方を見てきたのだが、すでに町はロムン兵に占領され、ウルたちレダ族は捕まっておった。しかしあのオード殿がここまでやられてしまうとは。ひどいな。
きているのが不思議なくらいの大怪我だ。レダ族ならではの生命力とお前さんの手当てのおかげだろう。アドレ、ここはわしに任せて、お前さんは町に向かってくれ。どうやらウルは町の桟橋に停泊している軍艦に連れ去られてしまったらしい。おそらくこの村から連れ去られた者たちも同じだろう。何かできるとすれば、お前さん以外には考えられんのだ。魔人を見かけたら、ぜひ我々兵士に一声かけてくれ。情報の提供者には報奨金も出るらしいぞ。魔人を見かけたら、ぜひ我々情報の提供者に。町に手を出さん代わりに、魔人の情報があれば教えてもらうぞ。提督の命令にあった魔人らしき男を酒場で見たんだが、まんまと逃げられてしまった。君、奴を見なかったか？もう一杯だけ飲んだら任務に戻るであります。もういい加減に持ち場に戻った方がいいと思うんだけど。もういい加減に。逃げ込んできたウル君が兵士に連れ去られてしまったんだ。彼らにとっては確かに珍しい存在かもしれないが、ウル君は私たちの仲間だからね。どうするつもりか知らないが、気持ちのいいことではないね。悠久の海に抱かれし火難の地が今、時の本流に飲み込まれつつあります。この時期に彼らロムン兵がやってきたのは、大いなる摂理に基づくものか、それとも見目麗しくもいたずら好きな女神の気まぐれか。いずれにしても運命とは皮肉なものですね。ひどいわ。この人たち嫌がってるのにウルを乱暴にさらっていったのよ。彼をどうするつもりなのかしら。悪いな、ジョーちゃん。手柄が目の前を歩いてるのに見逃す手はないからな。主人の商人が戻ったから、水と食料の補給を頼んだのだが、理由もわからないままいきなり怒鳴りつけられたよ。俺たちは一応正規軍だし、金はちゃんと払うつもりなんだが。先ほどゼメス島からバスラム様がお戻りになりました。町の様子に随分びっくりされていたようです。なんとも面目次第もございません。冗談じゃない。一体どうなっておるんじゃ。
せっかく大渦が消えたと思ったが、ロムンの連中が入り込んでくるとは。わしはな、わしはあの腐った連中がこの世で一番嫌いなんじゃ。はあ、それにしてもロムン文明、エダ族を奴隷にするつもりじゃな。確かに帝国に連れ帰ったら莫大な儲けになるかもしれんが、うん、冗談じゃない。そんなことをさせてたまるものか。勘違いするんじゃないぞ。別にレダ族の肩を持つとかそういうわけじゃないからな。わしはただあの腐った連中にでかい顔をさせたくないだけじゃ。そいつは同感だね。おお、ラドック一家の艦隊が進行してきたから逃げ出したのかと思ったぞい。ふん、アタイラを舐めないでよね。すぐに船の修理を終わらせて見つかる前に異例から離れたのさ。今はロムン艦隊の目の届かないところに止めてるよ。さすが抜け目がないわい。それでラドック船長はこれからどうするつもりじゃ。うん、ここからが親父からの伝言なんだけどさ、あんたたちロムンの連中に一泡吹かせるつもりはないかい？おお、なかなか興味深そうな話じゃの。詳しい話を聞かせてもらおうか。実は今アタイラの船には助かったレダ族が合流してるんだ。相談した結果、捕まった連中を助けようっていう話になってね。で、あんたたちにも協力を頼みたいんだ。うん、確かにそれができたら一泡吹かせることもできようが、実際問題、奴らの兵力は強大じゃ。成功法ではぶつかるのは難しいぞ。もちろんまともにやり合うつもりはないよ。まずあんたにはもっともらしい理由をつけて奴らの大将を宴会に誘ってほしい。艦隊を率いるアガレス帝徳は宴会好きのヒヒジジイらしいから招待すれば即 OK だと思うよ。同時に親父たち海賊とレダ族の連中が陽動を開始する。軍艦にいるロムン兵が港から離れるくらいド派手にね。その隙に少人数で軍艦に潜入して捕まったレダ族を解放するってわけ。かなりの綱渡りじゃが、他に手はなさそうじゃな。よし、わかった。わしも誇り高きアルタゴ商人じゃ。多少のリスクがあろうが、ここ一番の勝負で尻込みせんわい。よし、それじゃアガレス帝徳の方は任せたよ。それでアドル、あんたにはアタイと一緒にロムン艦に潜入してほしいんだ。あんたなら腕も立つし身軽だから向いてると思ってさ。ということで、準備があるなら今のうちに用意してきなよ。一旦作戦が始まったら買い物してる暇はないからね。ようやく旦那様が帰ってきましたよ。こんな大変な時にどこ行ってたんでしょうね。隣の島に出撃していた本隊が帰ってきたようだ。
耳が長くて尾の生えた奴らを何人も連れていたよ。大渦が消えたってことは、船さえあればエレシアに戻れるってこと？となると、いよいよロジェ商会設立に向けて第一歩ってことよね。軍艦の遺跡くらい何とかして騙し取れないかしら。止めたのはロムンの人たちなんでしょうか。兵士たちも詳しい事情はわからないみたいですね。ロゼ姉さんが兵士たち相手に何か企みそうだな。耳長で尻尾の生えた連中を捕まえるように命じられたんだ。この島って本当にそんな連中がいるのかい？艦隊が来た時はこれで故郷に帰れるんじゃないかって喜ぶ人たちもいたんだ。でも実際にはこうして脅かされて家に閉じ込められて、私たち何もしてないのに良い人たちがいるな。提督は何でもアジンを捕まえて奴隷として売るつもりらしいな。俺たちはそんな私的な理由でアトラス洋のど真ん中まで駆り出されたのか。どう、ハルル、この状況をどうにかできそうかしら。本隊がアジンとやらを捕まえて戻ってきたよ。みんな褐色の肌だったが、二人だけ白い肌をしていたな。貴様はなんだ、エウロペの者か。紛らわしいから建物の中に入っていてもらおうか。今アジンとやらの捜索中なのだ。もうこの町にはアジンたちはいないのかな。一人くらい捕まえて手柄が欲しいよ。らしき兵士に交渉したら船に乗せてもらえることになったんだ。さすが同胞ともなると話が早い。持ち
ろん渡すものは渡したがね。とにかくこれでここでの漂流生活ともおさらばだよ。隣の島から本隊が戻ってから提督はやたらとご機嫌なんだ。気味が悪いな。なんだ貴様は。この艦はアガレス提督率いるロムン帝国艦隊の所有するものだ。痛い目に遭いたくなければとっとと立ち去るがいい。尻尾の生えた亜人を突き出したら銀貨10枚を出すとのお達しだが、どうやらエルンスト副長が残りの亜人も捕獲するつもりらしい。彼がその気になったらお前たちの出番などないだろう。